はい、じゃあアバンバイクストア須崎です。今日も、続々と入荷してきておりまして、少しずつバイクをご紹介させていただこうと思います。昨年の年末に、大人気モデルで、なかなか買えませんのでっていうふうに申し上げたミッドナイトスペシャル、サーリーのミッドナイトスペシャルがなんと入荷してまいりました。早速、ウェブサイトなんかに、アップしましたのでぜひ、イントロデュースご覧ください。今回の、サーリーミッドナイトスペシャルは、定番色になりますけれども黒の、このプロポーションで46っていうサイズです。46っていう風になってくると、結構小さく感じるかもしれませんけれども、だいたい170センチいかないぐらいまでの方がお乗りいただけるようなサイズになります。46っていうサイズのこの上が50っていうサイズです。48っていうサイズはありません。このミッドナイトスペシャルに関して言うと、マルチポジションシステムっていうのがこの中に入ってる別に搭載されてるわけじゃないんですけれども、ポジション出しでしっかり乗れるように結構スイートスポットが大きいフレームっていう風に考えていいかなと思います。そういう風な理由もあって、結構もう数が取り合いなんですよ。で、日本人の平均身長で考えるとこの46っていうサイズは割と、ど真ん中かなと思っておりまして、僕はこのサイズを結構在庫持っています。で、ミッドナイトスペシャルっていうこのロゴありますよね。このロゴのデザイン、あとこのアイコンのデザイン、このあたりについては昨年の12月30日に、詳しく話をしています。またそのあたりは、この後、詳しく話をしますけれども、今回はこのバイクの、ちょっと変わったところというか、大人な事情が発生しましたとうとうっていう、そういうのも含めてご紹介していこうかなと思います。まず、1個目、昨年からいろいろとお話ししてるんですけれども、このコロナ禍っていう風な部分もありまして、結構もう自転車が売れ売れなんですよね。で、日本はそこまで大きなパンデミックになっていなくて、在庫がまだまだある方だと思うんですけれども、アメリカなんかは本当に右から左でバイクが飛ぶように売れていくので、もうかなり在庫が取れない状態がずっと続いているそうです。いい証拠に僕アメリカの卸サイトをであったりとかもアカウントを持ってるんですけれども、買えないです。リマインダーかけといて、入荷したらすぐにこうメールが来るようなシステムがあるんですよ。でも時差があるじゃないですか、どうしても。で、時差があるので、僕が朝起きてだいたい5時とか6時とかに目が覚めて、一回パソコンの前に座るんですよね。で、その時にこう開いて、あ、リマインダーメール来てるなと思って辿ってリンクを辿ると、一応在庫が金賞ですけどうっすらあるんですよね。で、あ、急いで買わなきゃと思って買うじゃないですか。で、決済まで進むともうその間に買われてしまうっていうぐらい、もうものすごい取り合いの状態で、それ以外のものをじゃあ何かこう買い求めようと思って選んでたりとかすると、もうそれが原因で買えなくなってしまったりとか、全般的にもう本当に物がほとんどないような状態が
続いています、まあ、そのぐらいアメリカの、そうですね、あのバイクに関しての動向っていうのはあのとっても盛んに動いているっていうふうな印象です。大人な事情1個目がそのコロナ禍で、とっても、物がなくなってしまってるっていう風なところが、まあ、そこが起因して、もう1個目がなんとウェブサイトで載っているタイヤはテラベールじゃないんですよ。 WTB なんですよね。でウェブサイトで載っているサドルはセライタリアじゃなくて WTB なんですよ。それ以外のところはあんまり変わってるようには見えないんですけども、そうですね、パーツが変わってないように見えるんですが、このサドルとこのタイヤが、WTB から変更になっています。まあ逆に言うと WTB よりセライタリアの方が高価なサドルをたくさん出しているっていうことになると、テラベールの方がWTB がこうアップデートしていったような乗り心地を持っているので、あの耐久性も同じぐらいありますし、よりいいものがついてるかなっていうふうな印象です。なので、このパッケージがいつ変わるかどうかは分からないですよ。変な話、あのオフィシャルのサイトで僕らも正規品を買ってるのに、あれなんか違うもの来た、なんか変わってるっていう風なものが何にも知らされず、代理店のモトクロスインターナショナルの担当の橋本くんですら、いや知らないですっていう感じで、知らない間にこれが届いていて、向こうから何の連絡もないっていう風な状態なので、まあ言ったら物が間に合わなくて、その連絡すらできる余裕がなくて、先に商品が届くっていう風な状態になっているようです、まあ、そのぐらいアメリカも本当に入れ食い状態なんでしょうね、まあ、とっても人気が高まっていて、はい、なかなか買えないそうです、はい。パーツに関しては変更点それだけで、ヘッドパーツも一緒で、スペーサーの量も3枚で一緒、まあ、1枚ちょっと僕は付け足しました。これに関してはミッドナイトスペシャルって比較的ロードを初めてお乗りになる方がロードプラスというふうな形でお乗りになると思うので、1枚ぐらい足して少しアップライトなポジションでお乗りいただくことも多いかなと思ったので1枚足しました。でそうですね、なんでこんなに人気なのかなっていうふうな部分で考えた時に、なんでなんでしょうね。いろいろ初めてロードバイクにまたがってみて、いろんな経験をされてみたいというようなところで、めちゃめちゃ速く走りたいじゃなくて、こう景色を見たり、写真を撮ってみたいだったり、パン屋さんに行ってみたいだったり、気まぐれでこう自分の中でこう余暇を過ごすっていう風な部分でとってもいい時間が過ごせる、そんなバイクの特性を持ってるんじゃないかなって僕は思っています。全部こうスケジュールバーって決めてその通りに進められないじゃないですか。お店に行こうと思っても、あお休みだったとか、あコロナで早く閉まってた、あ予約制だったとか、いろいろあると思うんですよ。なのであんまりこうギチギチにこう決めずにこうフラッと立ち寄らせてもらって、いろんなものをこう取り入れる、自分の中に取り入れられるものは取り入れる、でいろいろ経験してみるっていう風なところで、簡単に壊れちゃいけないし、簡単にパンクしてもいけないし、かといってスピードがめちゃめちゃ出しづらいんでも困ってしまうし、なんかこうすっごいトップグレードではないんですけど、サーリーの中では割とこれはハイスペックな方だと思います。新しいものが出たからバイクもリニューアルしました、でも最新ですっていう風なことよりも、
このバイクに乗っていろんな経験してくださいね、いろんな乗り味をいろんなところに連れてってくれる、そんな自転車ですよっていうふうなことがやっぱりサーリーの一番こう根っこになっている部分かなと思うので、そんなところでは結構いいお値段がする方の、サーリーのミッドナイトスペシャル、値段はねちょっと値上がりしてしまって税込み29万6780円、税込みであったんですか、はい、はい、っていうふうな価格になっております。ただまあそれだけとっても人気が高まっている部分、はい、とてもなかなかもうご予約がないとなかなか買えないような状態になっている商品ですので、はい、これから僕らもこれをご予約いただいた方にお送りしなければいけないので、在庫を持っているものを今お伝えしますけれども、黒だと今黒が入ってきてるんですけど40、46、56、58、60っていう風な感じのサイズは在庫で持っています。ただ56、58はもう本当に1台ずつしかないので、はい、もうほぼ欲しい方はぜひ早めにご連絡ください。で、8月の末に入ってくると黒が50と54が、入ってきます。で、そのタイミングで紫も入ってきます。紫も46と50も入ってきます。そんな感じで、はい、全部こう均等に一気にドンって入ってくるんじゃなくて、その時に多分パーツもね、ひょっとしたらこれが WTB になったりとか、これが WTB になったりとか、サドルとタイヤが変更になってる可能性もあるんですけれども、それだけ人気が集中しているバイクなので、いろいろと、はい、今回はこういう風な形で珍しいレアケースです、はい、もし気になるっていう風な方がいらっしゃいましたら、はい、詳細欄の方までリンクをたどっていただいて、そちらの方でご覧いただければ、はい、もっと詳細なものが載っております。ぜひそちらもご覧いただければと思います。たくさん写真を撮っております。そちらもご覧ください。はい、ありがとうございました。結構そうですね、フロントシングルで右側だけのシフターっていう風になってる、ずっとまあミッドナイトスペシャルって割とこの形長いんですよ。一番最初の初期のやつだけフロントダブルで、2発目からフロントシングルになった、そんなモデルですね。で、相変わらずライバル使っていて、ライバルの1/11というふうな感じです。まあなんかとってもいい雰囲気で、パーツの変更も特になく、本当にサーリーって一番最初に買った人も一番こう今買った人もあんまりこう値段的な差がやっぱり為替で出てしまいますけれども、もうほとんど変わらない、変更点があんまりない、そういう風なバイクのブランドってとってもレアなブランドなんじゃないかなと思います。ぜひこの機会にサーリーをご検討の方はぜひご確認いただいてご連絡いただければと思います。で、そうそう言い忘れた、僕ね、
フロントシングルになってからここの部分が何にもないのについてんですよ。これね、ダボ受けでここにアジャスターバレルがついてるんですけど、これ嫌で、フロントシングルやっぱりスッキリしてる方がいいじゃないですか。でもこれ嫌なので、うちで買ってくれた方にはこれつけます。プログレムソルバーズのこれを取り外してここにこうやってパチってつけるんですけど、そうするとね、まあ全くない状態にはならないですけど、このバレルの部分のもさったい感じは取れて、プログレムソルバーズのこういうマークだけ見えるっていう風なアイテムです。これが、はい、あのまあ数に限りがありますので、もし欲しいという風な方がいらっしゃいましたら、なくなるまで続けます。じゃあ今日はこんな感じでサーリーのミッドナイトスペシャルをご紹介させていただきました。